皆さんこんにちは。週末ユーチューバーおいゆくでございます。今日はですね、あの動画が上がってないんで、どうしたんだろうって思ってる方もいらっしゃるかと思います。私、大体週末ですね、主にこう土日に動画の収録から編集、配信までが土日に行われているんですけど、今日はですね、まあ、収録してこう出したいネタはあったんですけど、 実家の父親から急に電話で呼び出しを受けましてなんとですねあの実家の家の前にカーポートがあるんですよね車をこう玄関前に置いてその上に雪が乗っからないように屋根をつけてたんですけどそのカーポートが雪の重みで潰れたとでうちの父親はね昔は車に乗ってたんですけど今はもう高齢なんで車は手放して。 カーポーポトの下に車はなかったんですが、まあ、日常的にね使うものをいろいろ置いていたんですけどカーポートごと雪の重みで全部潰れてしまいましてで玄関からの出入りができなくなくったとでちょうどうちの母親が買い物に出かけていて家にはちょっと腰痛めて身動き取れない父親一人で玄関から外にも出れない状況になってちょっと助けてほしいということで電話をもらいました。 父親は家の中にいたので無事で母親も出かけてて無事でただカーポートがね雪の重みでメリメリと壊れる時ものすごい音がするんですよねアルミの丈夫なこう柱で組まれてるものが折れて落っこちるわけですからそれはまあすごい音がしますよね慌てて近所の方が様子を見てこれは大変だと 誰か埋まっていたら一大事だっていうことで警察と消防に通報してくれましてえ私の実家には警察消防近所の方々たくさん駆けつけて誰か埋まってないかっていうことで大騒ぎになったそうですで一応一段落して警察も消防も帰った後で私が到着をして玄関前をねなんとか復旧して人が通れるようには 最低限してきたんですけどちょっとその様子がですねあまりにもすごかったんで、まあ、あの iPhone でね様子を撮ってきたので、えーまあ、札幌はねそんなにすごい雪国ってわけではないんですけどただ人口が100万人以上、まあ、札幌は今192万人ぐらいいるのかな200万人近い人口がいる都市で世界中でこんなに雪が積もるようなところは他にないらしいんですよね。そこで どんなことが起きているのかそして私の両親ね父母どちらも80歳超えて、まあ、2人で一軒家で暮らしてるんですけども高齢者が暮らしている中で雪が降るとこんなことが起きるんだよっていうところでねぜひね日本中で雪の降る地域にお住まいの方に注意喚起ということでちょっとあの私の実家の様子を今日は Chromebook の話じゃないんですけど一歩間違うとね 人命に関わる問題ですので、えー、ちょっとお知らせしたくて動画にしております、えー、ぜひあのコメントなどお寄せいただけると嬉しいです最後までお付き合いよろしくお願いいたしますくれぐれも雪の降る地方の方雪にはご注意ください はい、実家の前に来てみましたけどこりゃひどいね雪の重みでカーポートが潰れてしまって出入り不可能な状態でございますさてどうしたもんかなうんおするべしは雪の重み昔はね屋根の雪下ろしとかやってたからいいけどこれのじじばばだとねちょっと雪下ろしできないですからね いや、崩落現場上からいやこれはひどいとりあえずは2階の屋根のひさしに乗っかった雪も落としとかないと今度は玄関前のひさしが潰れるかもしれないねこれはいや緩くないいやほんとね危ない非常に危険そして 柱が折れてるようなところとかねトゲトゲになって引っかかったら怪我しちゃうねこれね、まあ、安全第一でやるしかないですなこんな感じふうとりあえず潰れそうだった物置の上とそれから玄関のひさしの上そして瓦礫を撤去して玄関までの道はつけたといやこれあープロの 業者さん呼ばないと撤去は難しいっすな。カーポーポトがが折れれ曲っっちゃっていいいやいややこははひでえや、はい、ということでですね今ご覧いただいた通りなんですがまあ築40年以上のね家ですんでね、まあ、カーポート建ててから40年ぐらいかなだいぶあちこち傷んでいて、まあ、うちの親父が。 直し直しだましだまし使ってきていたんですけどまあご近所の皆さんには大変あの驚かせてしまったのであとでうちの袋が菓子折り持って回ってましたあの私は同じ札幌市内に住んでるんですけどちょっと距離的に遠いところにいてね20キロぐらい離れたところに住んでいるのでなかなかすぐには駆けつけられなかったんですけど 本当に助けられたのはですね、中学の時の同級生がすぐあの近所に住んでたので助けに来てくれてよくあの私がいつも行けない時にね家の前だとか近所の家なんかもずっと除雪機で雪飛ばしてくれたりとかしてくれるすごくいい男がいるんですよ、まあ、そいつがね今日も助けに来てくれてすごく励みにというか助けになりました。持つべき物はいい友人ですね。 いや本当に近所の皆さんにはお騒がせをしましたし警察と消防の方にも来ていただいて何事もなかったのが本当に良かったかなと思います。ということでですね雪がたくさん積もっている時には雪下ろし本当はこまめにやっておくのがいいと思います。高齢者だけで暮らしているところ雪害はね本当にいつ来るかわかりませんので 近所の方々と声を掛け合ったりね、まあ、ボランティアの方に来ていただいたり、まあ、時にはまあ有料のサービスなんかも使いながら雪とともに生きていくしかないのかなっていうふうに思いましたということであの雪の多い地域も雪の降らない地域の皆さんもですねあのコメント何かあったらコメント欄にお寄せいただけると私としても嬉しいですそれでは明日は またね、普通通り予定通り動画の方出していきたいと思っておりますのでまた次の動画